皆さんどうも、スパーキングのソド、シャタンです。今回は、阪神桜川駅の前紹介をやっていこうと思います。それではやっていきます。そう。本当見てわかると思いますが、昔は光っていませんけど、最近光っていませんですね。そうですね。いつぐらいか、2009年は光ってたよ。2019年ぐらい、こんなぐらいに光らなくなった。多分そうね、多分できるな。で、実はこの阪神桜川駅、なんか特殊なんだよね。いろいろと阪神の駅だけど、近鉄の管理駅なの。まあ、簡単言ったら、まあ、ここの駅は阪神の駅でもあって、近鉄の駅でもあるということです。そうです。様子をちょっと待ってください。すいません。こっちが阪神のホーム。こっちは近鉄のホーム。だから色分けしていますので。そうです。ただ本当は阪神です。近鉄と阪神で色分けしたみたいな。こっちは、はい、ですか。そうです。ここ一応近鉄の駅でもあるからね。今貼ってきます。新しい階層です。はい、この通りは入ってきます。阪神もすごいけど、ちなみにこっちのホームのみになります、こっちのホームは近鉄側。まあ近鉄のホームなんで、ただしこっちは阪神のホームなんで、なりません。見えへんけどな。ただ阪神の緑だけになります、なんか来るか。あ、全部回送。これ珍しくない？珍しいな。本当だったらこの回送じゃなくて名古屋駅って書いてんけど、もうなんか珍しくない回送って書いてますね。実は僕は昨日と20回乗っています。証拠は写真も撮っています。阪神の駅がこの部分になるじゃない。だから次やろ。最後に流出に入る風景をお見せしようと思います。
帰っていきます、うん、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価の方をしてくれると嬉しいです。スパーキングの松本さんでした。この動画でお店で来てなかった場所があるので今言います。阪神桜川駅の神戸三宮、梅田、山陽、高速神戸方面の停止位置目標なんですが、実は神戸方面は近鉄の人が桜川まで来るので停止位置目標が阪神のものではなく近鉄の停止位置目標になっております。最後になんですが、これは阪神桜川駅の紹介で出てきた文章に近鉄名阪ノンストップ特急と出てきたと思うのですが、これは昔、大阪難波鶴橋間は今まで通り、ただそこから鶴橋を出ると名古屋まで止まらないというのがノンストップ特急です。ノンストップ特急はまた次回もしかすると大阪難波の紹介の時に言うので詳しい話はそこで言います。長い話を付き合ってくれてありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。